路面電車走ってる。すごいよなあれ。宮島は出てこない。宮島って何ですか。宮島ってあの宮島ってさ、もう有名な鳥居とかさ。え、あるんですか。神社があったところだ。あったところ？あるところ。あ、あるところ。観光名所だ。え、今度一緒に行きましょう。考えて。なんで？すいません。いいね。大丈夫？あ、大丈夫。はい、大事なあの合宿だと思ってるので、もうやれることをすべて、まあ、一日も無駄にせず、その一回一回のトレーニング、自分のできること100% 出して、あの、まあ、18人の枠に入りたいと思って臨んでます。本日公式練習がございまして、冒頭15分のものがありますが、時差というか、眠たさは治りましたか。昨日夜結構爆睡できて、まあ、昨日ちょっと不安がしていました。今日は大丈夫だと思います。なんか帰る前はドイツもめっちゃ暑くて、日差し強くて、だけどやっぱ湿気が日本は多いですけど、まあでも、オリンピックも8月なんで、7月、8月なんで。あのまあドイツで移籍して、まあ、シーズンを終えて戻ってこられましたけど、あのまあオリンピック前のこのタイミングでの移籍っていうのはやっぱりオリンピックっていうのを意識してっていうのはあったんですか。あ、もちろんもうオリンピックのことだけを考えて、そのオリンピックのことを考えた時の一番いい方法として、あのドイツでのチャレンジっていうことだった。もう全てはオリンピックのためです。はい、ドイツで実際にあのまあ自分が通用した部分と、まあ逆に課題を感じて、まあそこから成長した部分があればちょっとお聞かせいただきたいんですけども。そうですね、通用した部分は、まあ、そのさっきも取材とか言ってますけど、対応力っていうか、あのその周りのプレーとか試合の状況とか読んだ中でのプレー判断とか、その判断力というところ、あとそのスペース、相手の嫌なポジショニングを取ってあのボールを受けるとか、でそのチャンスメイクの中でゴールに絡むっていうところはまあやれたかなって。で、まあ、通用しなかったっていうか、やっぱ課題だなって感じたのは、やっぱその一瞬のなんかボールの置きどころがちょっと悪いと、やっぱ食われたり、あの足のストロング、速さとか強さでやっぱ失うシーンもあったりしたので、そこはちょっと体をうまく当てるとか、あのいいとこにボールを置くとかっていうのは、あのもっとやらなきゃいけないなと思います。いや、そういったまたその成長した部分っていうのをこの2試合であの見せていきたいという感じでしょうか。はい、そうです。わかりました。じゃあまたよろしくお願いします。お疲れ様です。ありがとうございます。これ、こっちが取られるの見て、キスした。え、取られてない。もう一個食べるか迷う。食べな。密着取材。1回目めっちゃ焦げて、2回目はいい感じに焼けて、今日3回。これもいい？これもちょっと真ん中。もうちょっとやって。え、焦げてんね。大丈夫。やばいやばいやばい。焼き加減いかがでしょうか。バッチリです。美味しそう。バッチリ。上手にしますね。見ようと思ってきます。4月のまあ親善試合後、5月のキャンプを経て、まあ、いよいよこうオリンピック本番に向けた雰囲気が高まってくる中で、今回は海外組も呼べて、しっかりこうチームのコンセプトを
め短い時間ですけれども共有した中でマクラーン代表と試合ということなんですけど、まあ、攻守ともに、まあ、チームの、まあ、戦術的な部分で完成度を上げたいと思うことと、まあ、そこにとらわれるだけではなくて、まあ、そこをこう打ち破って子が、まあ、輝いていけるようなゲームを見たいなというふうに個人的には思っています。山下選手、お疲れ様です。お疲れ様です。いよいよ明日、ウクライナ戦となりましたけれども、ウクライナの印象っていうのは、
ミーティング的にはクロスボール、簡単にクロス上げてくるんで、まあ、気持ちフランス女子代表ぐらいな感じで意識すればいいかなっていうのと、まあ、そのボールの精度っていうのはあんまり良くないと思うんで、まあ、そこは自分で狙って前ボールできたらなって思います。改めてこのウクライナ戦通して確認したいことだったり、まあ、試したいことなどあれば。また海外組が来ると美咲さんとかも久々にやって、まあ、ビルドアップの面だったり、まあ、このオリンピックをイメージすると暑さっていうのはやっぱり、あるので、そこで相手をうまくビルドアップで消耗できたなって思います。明日頑張ってください。お疲れ様です。お疲れ様です。今日結構暑い中、いいですか？いいです。はい。長谷川選手、すみません、締めさせてください。お疲れ様です。お疲れ様です。今日結構暑い中で練習でしたけど、はい、練習いかがでしたか？いや、イタリアと比べてまず暑さが日本だなっていう感じで、久しぶりの感覚です。でも、まあ、体自体は大丈夫なんで、楽しくやってます。イタリア自体は涼しい？いや、普通に晴れてすごい気持ちいいんですけど、このジメジメ感がやっぱないんで、いい天気です。明日いよいよウクライナ戦ですけども、はい、オリンピックに向けてまた残り3戦のうち重要な1試合、はい、になるかなと思うんですが、ウクライナってのはどんな印象ですか？やっぱりあんまりそこまでその大会とかにも出てなくて、印象はちょっと少ないんですけど、ビデオでしか見てなくて、まあ、でもそのフィジカルの部分だったり、そのヨーロッパっていうチームの感覚はあるので、まあ簡単な相手ではないと思ってるんで、まあそこはチャレンジしながらエラーを出して修正できることを次につなげられればいいかなと思います。分かりました。改めてオリンピックに向けての今のその瀬川選手の思いっていうのを聞かせてもらって。そうですね、まあ迫ってきてますけど、まだやれることはたくさんあると思ってるんで、チームとしてもっと積み上げられるようにっていう中で、本当に数試合しかないので、すごい大事な一戦になってくると思うので、まあ、自分自身もそのチャレンジして、どんどん、まあ、いい部分も出しながらも、何をどうしたらいいかっていう修正する部分も見つけていきたいなと思います。わかりました。はい、ありがとうございます。お疲れ様です。これ食べた。食べたい？うん。待機待機。見てください、このびっしり感。はい。はい。恥ずかしい。パン屋さんですか？はい。将来はパン屋さんを開きたいと思います。気持ちつけて。集合体。たまに来る。見て、見てって、どんどん増えてくるから。一番右やばい。これやばいよ。この、これわかりますか？これ。この、アンパンみたいなペタペタって。あー、入った入った。もういい？あー、いい。はいはい、焦げる焦げる。どれどれどれ。真ん中真ん中真ん中。あ、潰れちゃった。あー！あー、これも。秘蔵映像です。こだわりは。ありません。ジェさんはあるよね、こだわり。パンを焼くこだわり。パン焼くこだわり。ないですね。あ、でも将来につなげるためにやっぱこだわんなきゃいけないから。
将来はパン屋さん。はい、役係で、こねる係で会計です。会計なんかダサい。あ、ちょっとこけた、準備。あ、帰って。あ、終わった。食べないの？え、もんか？これ、もんか？これとこれ。はい、もんか。はい、ありがとうございます。はい、ありがとう。それでは、皆さん終了です。